いやこれ絶対上がるじゃないですか。いや分からへん俺マジでその真意がなあ。そうやったらもうこのシニアとかなんかストレートやん。シニアこいつ、こいつなんか言ってるこのシニアとかストレートやん。あ、彼氏誕生日らしいです。彼氏誕生日？おめでとうございます。彼氏の名前は？当てるわ。コンちゃんの彼氏の名前は俺がインスピレーションで当てます。タクヤやな。よし、タクヤおめでとう。タクヤさん、おめでとうございます。ナイスタクヤ。ナイスタクヤ。タクヤ、年分かるよ、大体。28、よっ！じゃないからな。早食いやったんや。俺早食いやな。俺ほんまご飯食うマジで早い。マジ早いっすね。ちゃんとした会食とか、高い、ちゃんとしっかりとしたご飯を食べるときは、ゆっくりちゃんと合わせて食べるんですけど、例えば昼ご飯で富士そばとか、例えば牛丼とか食べるとき、マジで俺30秒で食いついたの。てか一回クリオテやったんや。おー、はい。富士そばチャレンジ。はい。俺14秒で食べたよ、そば。飲み込むまで。全部飲み込むまで14秒。やっば。食べて、バーン食べて、よし、次行こう、みたいな。あー、せっかちなんですよね、俺。確かに、そこに時間かけないですね。ルームランプつけば違反だろやって。そう、わかんないし、視野を気にすんなよ。いや、誰も迷惑せやな、これ。すんのかな。どうなんですかね。ルームランプはつけてない、ちなみに後ろだけ。あれなんです。今はいないですね。うん、クリスマス前なのにね。やっぱ男もんな浮気するんやん、結局。おお。そういうことがあったんです、ね。そういう生き物なんですよ。そういうことが俺があったかどうか内緒、内緒というか別に知らんけど。そう、ね。はい。そう。浮気処理してるんですかってこの先からずっと聞いてるけど、なんでそんな知りたいの？俺が浮気処理してるかどうか。ちなみに俺は浮気処理してないです。もともと毛が薄くてあんまり入らないんですよ、あの体毛は。クリスマスの予定はないですね。ユリも彼女といましたね、やっぱ。今彼女とおったんですか？いや、わからへん。いつの話か。ユニバよく行くからな、俺。うん。俺、ユニバ出没率一番高い角度からでも。大体被り物被ってるよ。ああ。楽しかったです、すごい。で、みんなもそれを楽しんでくれたかなっていう。さっきも言ったけど、アベマ歴代最高購入件数で、うん、すごい、反響もすごかったし、良かったなと思いますね。ありがとうございます。一緒にユニバ行きたい。これ、一緒にプレゼントしません？一緒にユニバに行ける権利も入れるか。そうしましょう。じゃあ俺どんだけ体使わない。一緒にご飯行ける権利、一日一緒に過ごす権利、はい、一緒にユニバに行ける権利、3日いる。いいっすね。俺のことどう思いますか？友達ですか？知らん、知りません。